はい今回はひまそらあかねさんの住所を晒した犯人をですね警察が追及したという、まあ、こちらの件、こちらのニュースについてですね、えー、お伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。2頭ゆめのとですね、まあ、コラボと、まあ、あの東京都の,あのお金の、えー、不正の件をですね追及されているひまそらあかねさんなんですが そ空あかねさんのですね、えー、まあ住んでいる住所をネット上にさら、えー、したもの、えーま、がおりこのものをですね警察が、ま、追及したという件こちらがですね注目されております今回こちらの件について考えてい、えー、きますそ空あかねさんの住所をです、ね、ネット上にあの公開した人物っていうのがいるんですが、ま、この人物っていうのはああのまそのまそコラボの懲戒請求の略式とは全く別の人物だっていうことがまあ言われているんですよだから 今回の件はあそのコラボとか弁護士とかではないんですね。で、さらに言うと、このひまそらあかねさんの住所どこでどのようにして入手したのかっていうのは分かっていないんですね。まだあの犯人が捕まっていないんで。ただ まあこの、えー、ネット上にひまそらあかねさんの住所を公開した犯人はですね自分は絶対に捕まらないとかあひまそらあかねさんの住所は、えー、ここで間違っていないとかあそういうようなことを言ってネット上に公開し,したんですね。でまあ、そのちょっと難しいんですけれども TOR を使って、えー、他人の家の w i f i をただ乗りしたんだから捕まらんぞっていうことを、まあ、ツ,ツイートしてたんですよ、TOR っていうのが、えー、海外のサーバーみたいなんですけど、ちょっとね、えー、僕もわからないんで、よく、まあ、でその人の家の w i f i を、えーまあ、や使ってやったと、で <coughs> 当然です、ね、ひまそらあかねさんというのは今、注目されてるんで、二、まあ、と夢のとかコラ,コラボ弁護団とね、えーまあ、いろんなことを追求してるんで、 注目されているんですがで当然、あひまそらあかねさんを応援している人が多くいるんですよ、僕もひまそらあかねさんのことを応援してるんで,でこのようなひまそらあかねさんの住所をあのネット上にね、えー、この投稿した悪化したあものをですひまそらあかねさんに看破している方が、えー、見つけて警察に通報したんですね。うん 明らかにこれ違法行為ですからそうしたら警察が動き出してその警察に連絡した方に宮城県警からご連絡があったみたいなんですね。でこの あのひまそうあかねさんの住所を、えー、明かしたものは東京23区内の、えー、オフィスであるっていうところまで特定したみたいなんで警察があの犯人がもう逮捕されるのは時間のこれ問題なんじゃないかって言われてるんですよひまそらあかねさんの、ねえー、住所個人情報なわけですがこんなものをネット上に明かすってこれ完全に違法行為ですからで、えー、なんだろうこれをした人間というのは海外のサーバーを使っているとかその先ほどの、えー、TOR とかってあとあの 人の家の w i f i を使ってるからわからないとかって言ってるんですが、えー、日本の警察っていうのがやはり優秀なんですねでこの件っていうのはもう本当にいろんなところで注目されてるんでこのひまそらあかねさんと2、えー、と夢野の,のこのなんていうのかなあー いろんなものをまあ調べ合ってるということで、当然警察もそこら辺を目にしているんで、素早く警察が動きましたね。で、この件っていうのは今注目されてるんですよ、ひまそらあかねさんの住所をさらした犯人ということで、であのまあ、今回、この犯人に対して警察の動きが素早いということで、こちら、日本の警察はいいんじゃないかということを言われて、僕もあのそう思います。で、あの実際、これ、ひまそらあかねさんっていうのは、ネット上にあのこの住所をさらされたことによって、 あの引っ越ししてるんですね、だからあのひまそらあかねさんは、二ート夢のとかコラボとか、そういったものとね、えー、まあ追求してるんで、まあ、いろんなあのまあ懸念されるところもあるんですが、まあ、僕もひまそらあかねさんの活動を応援してるんでね、うん、あのまあこのようなあの変な目に、危ない目に遭わないことをあの願ってますし、これからもね、頑張って活動していただきたいと思います、いろんなことを明かしていただ,いただきたいと思うんで、えー、今回はこの,あのひまそらあかねさんの住所をネットにさらした犯人が、 えー、ほぼほぼ特定されて、まあ、まだ捕まってはいないんですが警察が、えー、もう逮捕するのも時間の問題なんじゃないかということが注目されている、まあ、こちらの件について分かる限り、えー、お伝えさせていただきました何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします